皆さんこんにちは、奈良市長の中川源です。今はですね、奈良の四季の映像をご覧いただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。これはほんの一コマですけれども、奈良は本当に1年を通じて魅力あふれる街だというふうに思います。そしてこの魅力あふれる街を皆さんの力を借りまして、さらに魅力を高めていきたいというのが、この制作キャラバンコンテストの狙いでございます。制作と聞きますとなかなか難しいイメージがあると思います。
市役所だとか、政府ですとか、なかなか高校生にはちょっと遠い存在のですね、ものだと思いますけれども、これを今回は皆さん方に、ぜひ、自ら体験をしていただきたいというふうに思っています。で、今回のテーマがですね、奈良のにぎわいづくり、いつでも訪れたくなる町奈良というふうになっています。ちょっとタイトルが長いんで私も覚えられないんですけれども、要はですね、奈良にはたくさんの観光客の方が今来られていますけれども、この方々をもっと増やすにはどうしたらいいか、特に夏とか冬、少し観光客が減ってしまう時期がありますけれども、そういうこの多い時と少ない時の差をどうして埋めていけばいいか、いつでも年間を通して観光客の方に来てもらうためにはどういう方策があるか、これをぜひ皆さんに自由に発想していただきたいと思っています。いろんな行事やイベントを考えていただくことでもいいと思いますし、みんなが欲しくなるようなお土産を考えていただくということでもいいと思います。観光っていうのはですね、光を見るというふうに書きますけれども、皆さん方が観光に行った時でもその行った町の魅力を見る、それはその光り輝いているその町の魅力を見るということだというふうに思います。で、そういう意味では皆さんのようにこれからの奈良を担っていく人たちが新しい発想で今までになかったような観光の魅力を発掘をするということに私は大きな意味があるというふうに思っています。皆さんがこのプロジェクトを取り組む中でいろいろと壁にぶち当たったり、また政策を作る上で難しい点も出てくるかと思います。そんな時にはですね、今日皆さんの学校にお邪魔をしている若いイケメンの職員の皆さんたちがですね、全力でサポートをさせていただきます。市役所の職員と一緒になって高校生が政策を作る、そしてその政策をこれから実際に実行していく、これがですね、この政策キャラバンコンテストの大きな特徴でございます。ぜひ、世界に誇る奈良、そして1300年前から世界中からたくさんの文化を受け入れて、文化の花が開いたこの日本の礎奈良の地から新しい政策文化を発信していただきたいというふうに思っております。皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。それではお待ちしています。よろしくお願いします。